Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print. 今日どこへ行くんですか？旭川動物園でーす。違うよ、マジで変な子やん。言うてんね。今日は猫バスと、まあ、旭川動物園と、いや行けてんで、いい感じ、可愛らしい。可愛らしい。なあ、いいな、可愛いな、猫バス。可愛い。めっちゃ可愛いよ。いや本当にな、すごいんよ。え、だからちゃんと本物のバスをさ、こうやって色塗ってるの。なあ。中普通のほらバス一瞬入ってじゃん一瞬ほらえめっちゃ美味しそう今日の日替わりピーマンの肉詰めフライほら見てこんないっぱいついてるよ南京の煮つけときんぴらごぼうと焼き魚と肉臭え、マジで、うん、めっちゃ安いよな今そうすぎうん今そうすぎ食べよういただきますいただきますはいはいはいやばいカメラかはい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 じゃあ今から今からいいや今から旭川動物園に行くやで行くやで北海道来てからなこいつラーメンしっこいマジで来てほしいラーメン何食べたいラーメン今日な久しぶりに定食食べたからないや元気やな、うん、てかなんかまた顔パンパンになったくないそう、うん、じゃあ行ってきますついに到着旭山動物園パチパチパチはいどうぞ、いってらっしゃいませめっちゃ美味しそうに食べる。なあ。おーおーおーおお。見てくれー。見てくれえ。くつろぎすぎだね。おー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 びっくりした。やばない。だこの尻尾でさ、ペン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 ってふん飛ばすん。ほら、いたえ、でかくないマジでえ、やばちょっと皆さんに見ていただけますかえめっちゃする早く寝ててだってほら、見てこれえ、すごいなこんなリアルタイムで見れると思わなかったな面白すぎるやろほら水の中バタしたでもうんちだらけやんこれこれ全部うんちやろだって何がそんなペン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 やれてさもう大丈夫じゃないぐらいうんち飛んでたもん
のお目当てホッキョクグマか。ちょっと邪魔よ。あ、邪魔か。いらんて。めっちゃでかな。うわうわうわ。うわすごいすごいすごい。やっぱ俺が一回見たの絶対タヌキや。尻尾こんなんやったもん。絶対そうよ。俺エゾタヌキ。この目はな、この固定されてるからな。だからフクロウってこと。なんかさよくクックックって首回すの見るやろフクロウ。だからまっすぐ見たかったら、うん、次そってみたかった。じゃあ首だけ。じゃあ無理やって。やろうとだから首だけ動かさなあかんねん。無理やってできるわけないやんて。あできる。こうやったらいける。できてないって体全然動いてるやん。あそういうことだ。うん、やっとのお目当てのジンギスカン。ここが一番うまいって地元の人に教えてもらったやんな。かわいいな。食べよう。ぶっちゃけジンギスカン。いいよ。ジンギスカンが苦手やねん。修学旅行の記憶がね。食べてみて。どんな、うまい？いただきまーす。うまぎゅうまい。失礼します、バイバイしねー。やっぱあの人がおすすめしてくれただけあるな、うまいな。マジでうまいな。感謝やな、これはな。ごちそうさまでした。あれさ、めっちゃ難しい漢字やったんや、店の名前。あれ、ジンギスカンって言うらしい、あれで、あの漢字で。思った、思った。マジで美味しかった。マジで美味しかった。え、美味しかったよな。美味しかった。めちゃくちゃうまかったんやけど。だって普通にジンギスカンさあんな結構もうほぼ半生で食ってたんやわ、あの周りの子人らも、うんうん、だから新鮮なんやと思うよ。うん、まあ、それにしても美味しかったわ。美味しかった。店員さんとかもいい感じやしな。雰囲気もめっちゃいいよな。めっちゃいい、ありがとうございますって言って元気よな、マジで。そう、お肉の追加ありますか、お野菜の追加ありますか。雰囲気は居酒屋やな、うん、けど中身は焼肉屋さんみたいな感じじゃない。大満足や俺は。いいよね。絶対また北海道来たら食いに行くもん。絶対に。なんなら、うんうん、美味しすぎ。みんなにおすすめした。本当に絶対北海道でなんかジンギスカン、まあ、ジンギスカンとみんな多分な札幌で食べがちや。基本札幌とか行く人は絶対行くと思うから。うんうん、そうやな。その時にな、うん、絶対来た方がいいな。違いなくおすすめ。いや、美味しかった。旭川動物園もやばかったし、旭山か。旭川動物園。ここって何？旭川やった？旭山やった？旭川。じゃあ旭川。旭川動物園。クソ楽しかったね。多分俺らより長い人ええんやな。一番長かったやつ。4時間ぐらいおった、うん、もう最後のあのあれ聞こえてたよ。最後こう駐車場向かうとき最後のタイムみたいな。そう、本当なんとかの蛍やった、蛍の歌やった流れで。あ、閉まるときな。え、それ蛍の歌ってやん。え、なんとかの蛍みたいな、っていう歌や。それ流れるまでいたもんな。そう、1時ぐらいに暑いとったのにな。それで次やろ。めちゃくちゃ楽しい。だってな、一匹一匹にかわいい、触りたい全部言って全場所行った。うん、よかったわ。旭川今んとこめちゃめちゃいいな。うん、最高やな。札幌より全然いい。あと自然
っていうかあれがいいのかな、なんか広大じゃないな感じがやっぱし、あのトトロのとこもめっちゃいい感じやった。トトロも周り小麦畑で、トトロのバスが降りて結構忘れました。じゃあお腹いっぱいになったし、ちょっと今日はね、久しぶり、マジで久しぶりじゃない、俺ホテル泊まる仙台、いや仙台もだって仙台はあれやん、仙台はさ、だってあの子のお家、そうやね、大浜中で、だから1ヶ月いや、え、ガチで1ヶ月や、1ヶ月ぶり、え、やばない、頑張ってない、頑張りすぎ、ポータブル電源がね、どうしても充電なくなっちゃうよな。あれさ、キャンピングカーとかで生活してる人ってどうするの？ソーラーパネル。あ、じゃあキャンピングカーの人は RV パーク。でも基本バンライフとかしてる人はあれソーラーパネル。けどソーラーパネルなんか高速とか乗るとき剥がれるみたいな用出てくるからさ。俺ら初心者やし、ちょっとつけんの怖いなって。だから今日は久々にホテルに泊まるんで、もうなんかいっぱいになったし。ちょっと今日は早めに戻ります。ほんじゃこんな感じで終わるけどラフすぎん終わり方。バイバーイ、バイバイ。